このスレの紹介。個室トイレおさん。はあ、これ。嫌い。好き。ワイは嫌い。ワイも嫌い。でも本当はワイも大嫌い。なんであいぐねん。あれ、笑いこらえるのきついわ。最後まで聞きたくて、つい長居しちゃう。隣で笑ったら舌打ちしてくる。だって笑うよな。こんなの、雑魚がええでんじゃねえよ。か、く、あ、みたいなの、やめてほしい。ビチ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 。ふぅ。おならぷぅ。く、ぽちゃん。イヤホン装着は一気無敵。わい、これのためにイヤホンしてるわ。しかも、ノイキャンの買った、他人の靴の音聞きたくないねん。これ、マジで嫌いやからイヤホンしとるわ。男子トイレにも擬音装置必要や。うちのオフィスついてるけど、誰も使ってないわ。わい、ふふ、隣。わい、行く。なぜなのか。へこくの、本当に好き。へこいてて、草。リズム良さそう。草。じゃあない、切り替えていこう。うっ、突っ込んでそう。笑っちゃいかんでしょ。言うほど壁ドンしてくるやつおるか。隣、ふふ。隣、ブバ、ふんど。わい、ふふ、隣、ドン、わい、行く。隣、ふふ、こうなるでしょ。わい、ドン。ブー、ビブ、ブ、ドルル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 ルみたいなゲリビン、好き。うっ、いいんだけど、かわいい世話笑うわな。あー、ブリ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 。10年おっさんの大便爆出音聞くと、色や形を想像して吐き気がしてくるわ。個室、はぁ、ブスー、キモいんじゃ、ボケー。それよりも、おっさんがタン出すときにやる、こか、べ、のが不愉快。左個室、はぁ、ブー、ぽちゃん、右個室、ブリ、ブフブ、ブー、ぽちゃ、真ん中個室はいくん、お弁当もぐもぐ、あのさぁ。うんこ食ってる気分になりそう、ワイなら吐くわ。公園で食え。右、おえー、左、ブリブリブリ、やめてくれよ。昼飯の時間帯にうっするやつは、マジで勘弁してくれ。両隣で突っ越されてる中、便所飯してるやつ、頭いかれとんのか、食えたもんちゃうやろ。はぁ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 、ガタンバン、カチャカチャカチャ、ブックップピ、ブリチチ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 、ブップ、ビチチチチチ、はぁはぁ、ガランガランガラン、シュ、カチャカチャだぁ。普通のへ、笑わない、疑問のへ、笑わないはずがない。疑問系、本誌やめろ。疑問系、本幕さ。プッププッ、みたいなスタッカートヘも好き。土トイレと薄い壁隔てた公衆トイレの個室乙姫、ジョロ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 、隣を、ふぅ、わい、しご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 。これ、ほんっち。どこで聞けるか教えてほしいわ。野郎にこそ乙姫必要やろ。なのこのトイレ内の吐息、で好き、おっさんは、黙れい。わい個室入った直後、大ゲップ、わい以外でもおるか。トイレにラジオでも流せばええんか、誰か住みつきそうか。たまにショットガンぶっ放したような音出すやつおるよな。合法的におっさんの喘ぎ声聞けるんやで。そう考えると悪くないな。ホモでは。うっそやけど、しょんべんするときにあいぶおっさん、なんなん。前立腺肥大で出にくくなっとるんやろ。そんなやつおるか。順番待ちができてるのに、個室に長時間いるやつ、ピーね。こっちは緊急事態でうっせそうなのに、ウォシュレットやってるやつ、格好とでわかるもピーね。えらい個室の前で涼しい顔して粘ってるやつおるよな。出てきたらこっちのことにらみつけるし、埋まっとるならよそ探せよ。個室の順番待ってるやつって全員無能村。間違いないわ、絶対歩いた方が早い。もう歩くとクソが出る一歩手前なんや。駅とかデパートのトイレでゲリ弁を隣のトイレ側の壁にぶちまけて爆音鳴らした後に、しょんべんでゲリ弁を壁下の隙間から隣へ流し込むとおもろいで。何を言ってるんや。なんじゃいって、たまに本物おるよな。トイレで声出すやつなんておるの？おるぞ、こないだ会社で、おっさんはプピーって叫んでるやつもいたわ。自慢やろ、死ぬ思いしてうんこ出して半年。なんで子供の頃はあんな音しなかったのに、大人になったら出るんやろねー。子供の頃からあえいでたわ、それで、学校でうっしてるのバレた。それは性癖ちゃうんか、変態なのを認めろ。その方がでかいんや。ならしゃあない。たまにロータリーエンジンみたいなへするおっさんおるわ。妹が寝ながら、バル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 って音のへこいたこと思い出した。バオヤン。くさ。深夜の公衆トイレで、撮影中に若いお兄さんが入ってきてびっくりして、そそくさと逃げたんだけど、そんな時は、どうしたらいいのでしょうか？ババアならまだしも、これで男とか、すぎるわ。
何しとんねんこのジジイは、わらわら。こんなんどこで見つけてくるんや。まがうことなきおっさんで、草。こんな奴に深夜で会ったら一生もののトラウマや。山寺浩一に似てる。言うほど男の子か。びっくりしたのは、若い男の方程式。こんなのいたら恐怖や、関わりたくないからすぐ逃げるわ。腕ムキムキで、草。言うほど、ぶっちっぱって音出せるか。普通、みち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 、ブリュレって感じじゃね。なんでうっこするときに、おら、おら、おら、とか絶叫すると気持ちいいし、うこのキレが良くなるんやろな。でも、あーん、出る、出るって叫びながらうっこするとめちゃくちゃ気持ちいい。たまに、山賊みたいな声出してるやつおるよな。トイレやと、口で息するんやが、マイノリティなんかな。臭そう。臭いとこやと、口で息しても臭さがわかる。匂うということは、うっこを吸っているのだ。夜、公衆トイレ利用しとるとき、ノックしてくるやつなんやねん、入ってるの見たらわかるやろ。普段はめちゃくちゃ早いけど、ノックしてきたらゆっくりとするわ。するときに息む行為は、地になるってボラギノール公式に書いてた。自然分娩が一番ええんよな。これがあるから、パチ屋のトイレが最強なんよな。野獣みたいな声出しても、爆音に消されるし。いくらパチ屋でも聞こえてしまうんだよな。大型店舗なら、個室の数も多いし、地にも最適なんやで。個室はええ、あ、誰か入ってきたから、一旦、止めなきゃ。たまに狂ったように、延々とトイレットペーパーカラカラしとるやつおるよな。一回、J ボーイ同士オンラインでいいから、そのやり方を公開談義すればええと思うねんな。ズームとかで、Y のおすすめのガーゴイル型とか教えてあげたい。全裸、引っ越してそう。Y、ふふ、隣、ドン、Y、ビク、プ、隣、ふふ、Y、ドン、隣、ビク、プ、Y、ふふ。これぞ無限ループ。なお実際は、ピッチ、ブツブツ、ブツブツ、スマホポチポチ、おっさんけ。隣のやつ、怖いんご、プリリ。プリリ、かわいい。冬の中、休みの爽やかな土曜日、一歩談義で、みんな生き生きしてて平和。こんなスレで笑いがこらえられへんとか、疲れてんのかな。若い男の喘ぎ声聞いたことないわ。オフィスで女率高くて疲れてるから、おっさんのツコで笑えてええ感じ。アメ車みたいな音出すおっさんおるよな。たまに腕に口当てて、への音出してるわ。男性トイレにも落とし目ついてるの見たことあるけど、確かにあれは便利かもわからん。ションベン器の方で、隣に来てへこくのやめろ、笑うわ。わい、これで脱粉することある。病院行った方がええ。ケツ拭いた後の第二波、やめてほしいわ。シャピーするときより気持ちよさそうな声出すやつおるよな。改便とき、迷宮の十字路のテーマソング流れるわ。ホルダーがガラガラやかましくなるくらいトイペ使うやつおるけど、あれ、何してんねん。公衆トイレの紙薄いし、破れて手につきそうやん。ケツ拭くときに立って拭くから、たまにウォシュレットの水滴がふくらはぎにかかったりすんの、嫌い。録音してみたら、自分もこんな声出してたわ。だから、あまり人をバカにしない、起こしていこうと誓った。